まずそうですね、今日僕モデレーターということでここにおりまして、アジア交流ラウンジという、今ちょっと簡単な説明がありましたけれども、アジアの映画人たちのトークシリーズというのを、もちろんこれは僕一人ではなくて、多くの映画を愛する方たちが集まって、一応こうコミッティを作って、どういう人たちがこう話し合う意の場を持ったら面白いだろうかということを、一応こう時間をかけて検討会議というのを何度も開いてですね、僕もその中に加わらせていただいて、今回こういう形で、東京国際映画祭と国際交流基金の支援というか応援のもとに、今回第1回なので、どうなるか分かりませんけれども、うまくいったら来年再来年とこういうイベントを、次回以降はなるべくその、今回やむを得ずオンラインになりましたけれども、実際にこの場所に映画人と、今日もお集まりいただいている皆様とに加えて、こう一般の映画ファンの方たちも一緒に集えるような、映画祭ならではの時間を作っていきたいなと思っておりまして、今年はその第一歩というふうに考えております。その第一歩目の第1回目のゲストが橋本愛さんと、はい。キム・ボラさんということで、僕はですね、こう2人並んでますけど、僕と橋本さんが対談するわけではなくて、キム・ボラさんと橋本さんが今回メインで、僕ここにちょっと座っていますけど、なるべく聞いてるだけにしようと思ってますわんかりで、ました。この後はお二人にほぼ丸投げ状態になるやと思いだ。ますので、よろしはくおい。願いしわまかすりまが、した。これオンラインで聞いていただいている方たちから随時お二人にこういう質問がしたいというようなものが送られてくるので、それを2人のトークの状況を見ながらですね、時々僕の方から投げかけさせていただくというような、ちょっとこうラジオのトーク番組っぽい感じでわかりました。進めさせていただければと思いますので、はい。本当に1回目なのでどうなるか分かりませんけれども、楽しい時間になればいいなというふうに思っております。キム・ボラさんもそんな感じでよろしくお付き合いいただければと思います。今日は本当にありがとうございます。なぜこの2人を組み合わせたとか、出会わせたかったかというと、出会わせたかった、キム・ボラさんに関して言うと、ハチドリが本当に素晴らしくって、キム・ボラさんも、韓国のですね、チョン・ジェウンさんの「子猫をお願い」というのがとても好きだというふうに、インタビューで答えられてたけれども、時折、あまり性別にこだわるのもあんまり良くないかもしれないけども、時折本当に韓国から鮮烈に女性監督が登場する。僕は本当に最初は「子猫お願い」を見て衝撃を受けたし、その後私たち」というユン・ガウンさんの作品も大好きだったんですけども、ハチドリもまたこういう繊細な素晴らしい作品を撮る監督が登場したんだなというふうに、思いまして、ぜひこういう形で、間接的ではありますけれども、お会いしたいなと思ったのが一つきっかけです。橋本さんに関して言うと、先ほどちょっと裏でお礼を申し上げましたけれども、ミニシアターをね、救えという、このコロナ禍で起きた一つの動きに、賛同していただいて、ご自身の映画館への愛を語っていただいて、本当に僕ももちろんそれには賛同して参加をしましたけれども、こんなに大きな形で大きく広がるムーブメントになると思ってなかったので、金額が予想以上に大きかったっていうことももちろんですけども、本当に多くの映画ファンの方たち、映画人の人たちがこうミニシアターというものを愛して、それに育てられて、そのことを
にこう恩返しをしたいというふうに思っていただけたということが何より嬉しかったので、橋本さんにもそのお礼を伝えたかったというのがありますし、本当に映画が好きでね、たくさん映画を見られているし、そういうのもインタビューで読んでたんですけども、おそらく、キム・ボラさんの作品もご覧になられていれば気に入っていただけるでしょうし、もし今後キム・ボラさんが日本で日本の役者で撮ったりすることがあるとすると、僕は橋本さんがそれに出たりするといいなという、なんか勝手にプロデューサー気分なんですけど、そういうことでこういう機会で出会いをいい出会いになればいいなと思ってお二人を引き合わせました。もう僕の話これで終わりますからね、すいませんね、そんなことで今日はお二人のいい時間にしたいとしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめまして、橋本愛と申します。カメラの向こうの皆さんも今日はよろしくお願いします。キム・ボラさんに一言。Maybe Kim. こういうなんか突然こんな風に声かけられて、オンラインでいきなりトークイベントに参加してくださいっていう乱暴なオファーを受けていただいて本当にありがとうございます。なんか簡単に自己紹介をしていただければと思います。こんにちは。招待してくださってありがとうございます。너무반갑습니다。저는벌새감독한국에서온한국에사는김보라라고합니다。일단오늘이아시아라운지시리즈를만들어주시고이자리에저를초대해주신도쿄국제영화제와재팬파운데이션아시아센터관계자여러분들께감사드리고요。일단벌새에서는상실이라는감정을다루는데그감정의어떤참고영화로서고레다히로카즈감독님의첫번째영화환상의빛마보로시에서그상실감의감정을어떻게다뤘는지많이참고했고그외에도아무도모른다의그도시풍경이라든가고레다히로카즈감독님께서그연출을하시는그정적인연출의방식같은것들이늘제영화만들기에영감이되었었는데이렇게히로카즈감독님이사회를진행하시는대담에참여하게돼서되게기쁘고요하시모토아이배우님은리틀포레스트두편을통해서굉장히미묘한연기를표현하시는그런얼굴에그얼굴이담고있는많은표정들에굉장히인상깊게감명을받았는데요그런배우님과함께오늘대화를나눌수있게돼서무척떨리고오늘이자리가굉장히저에게기쁘고감사한자리입니다감사합니다はい私ハチドリを映画館では残念ながら見れなかったんですけど、先日家で見まして、本当に素晴らしい映画で、長編初めて撮られたっていうことでもう本当にすごくて、好きなポイントとかもう素晴らしいところを挙げたらキリがないんですけど、本当に感動して、なんていうのかな、喪失をテーマに作られたっていうのを今聞いたんですけど、確かにその主人公のウニはいろんなものを失うというより、なんだろう、急に別れが訪れたり、急に気持ちが変わっちゃったり、相手も自分もとか、なんかそういうなんか突然何かが急に起こるっていうことにすごくこう翻弄されながら懸命に生きてる姿を見て、で私も今はもうちょっと落ち着きましたけど、ウニと同じ年齢の頃とかもっと前は確かに毎秒毎日自分の気持ちが変わっていって、確かに昨日好きだったけど今日嫌いになった人とかもいたし、なんかそういうなんか過去をすごく思い出して、で私も今までこう失ってきたものもあるし、傷つけてきた人もいれば傷ついてきたこともたくさんあるけれど、私も今とてもこの世界に対してすごく希望を持って生きていて、
それがその映画の最後の世界は不思議で美しいっていう言葉がすごく印象的で、ものすごく自分の今の感情というとか感覚にすごくこう重なって、なんていうのかな、なんかふわーっと勝手にこう涙が溢れてきました。はい、아 정말 되게마음으로우러나서말씀해주시는피드백같아서되게감사했었고요사실제가영화에서늘말하고자했던게삶과죽음이었고그리고항상매일같이태어나고또매일같이죽는다고생각해요마치해가뜨고또해가다시죽고달이태어나고달이또죽고해가다시태어나는것처럼그렇게삶이계속해서그런것들의반복이라고생각했고그걸녹여내고자했는데배우님께서잘받아들여주셔서되게감사해요배우님의말씀을듣다보니까마치그리틀포레스트2탄에서마지막그춤을추시는장면이있잖아요전통춤엔딩씬에서그표정이굉장히되게결연했거든요결연하면서아주많은것들을경험하고나서한껏성장한그나선형으로이제조금씩이렇게돌아가면서성장한후에그얼굴이굉장히잘드러나있다고생각했어요그래서그장면에서저도굉장히감동을받았는데마치배우님께서해주셨던벌새엔딩이야기가그리틀포레스트의2부작의2탄의엔딩하고겹쳐서들려서굉장히들으면서좀감동을받고있습니다はい、ですね、ありがとうございます。ちょっと質問するということに慣れてなくてすごく難しいんですけど、私の感想とともにいろいろちょっと話を膨らませていけたらなと思います。ですね、いっぱいあるんですけど、まずはものすごく印象に残ったシーンがあって。辛い時に指を 見るっていうシーンがあって、その塾の先生がウニに教えてくれた、そのなんて言うんだろう、生きる方法っていうか救いのようなことだったんですけど、辛い時に指を見るって私初めて聞いて、例えばなんだろう、ありきたりだと空を見るとか、なんかわかんない、辛い時こそ笑うとか、なんかそういうことは聞いたことあるけど初めて聞いたんですね。で、監督がそのパンフレットとかのインタビューを読んでいても、例えば心理学だったりとか文化だったり映画だったり、そういうことにすごくこう、なんだろう、博識なんだなっていうことを感じて、あの言葉がその監督ご自身の経験だったり思想からその生まれたものなのか、または何かの、なんだろう、引用って言ったらですけど、何かから得た発想であの言葉だったり、あの手法っていうか、あれはどうやって生まれたのかなっていうのをお聞きしたいなと思って、でその指を見てその何を感じるかなって思った時に、その体と心が乖離している、そのいつもは一緒なん、すごくつながってるんだけど、その辛い時にも指は動くっていうので、なんかその乖離しているからこそ、なんかどうしようもなく心が重くても体は動くんだっていう、なんかそのなんだろうな、必死に体を動かしていけば、なんかいつか前を向けるかもしれないっていう、なんかこうすごく希望をもらって、そうだからあれはどうやって生まれたのかなっていうのを聞きたいです。일단그대사는제가10년전쯤에아는언니가자신의지인에게들었던얘기를저한테들려줬고그언니에게이제허락을받고그대사를이제조금변형해서시나리오에녹여냈어요그런데이제그때10년전에그얘기를들었을때제가되게인상깊었던이유는사실사람들이 어떤힘든일이있을때되게거대한조언을해줘야될것같잖아요그런데사실은아주작고일상적인조언들이사실은힘이될때가있더라고요예를들어저도이제벌새를준비를하면서
되게우울한시기들이있었는데그때제자신한테되게뿌듯했던그런순간들중에너무우울할때는침대에서일어나는것조차힘들때가있었어요그러면침대에서일어나서하루를시작한것만으로도제자신을칭찬해주고싶었던날들이있었거든요그래서힘든사람에게줄수있는조언이사실은손가락을움직이는이작은것이라고해도그것이얼마나큰일인지그것이얼마나자신의존재를들여다보고있는지작지만큰어떤것에대해서얘기를하고싶었고요그리고말씀하신것처럼저는이제심리학이라든가명상에되게관심을갖고있어서명상을한20살때부터해왔었는데요명상에서가장하는얘기가숨을들여다보라고해요들숨을들숨그리고날숨그것을그냥관찰하고들여다보는것이그게명상이다라고했을때처음에는너무어려웠었는데나중에정말인생에서힘들고괴로울때숨을들여다보는것이왜그것이명상이고그렇게그것이도움이되는지정말몸으로깨달았던순간이있었어요그래서그명상을할때에숨을들여다보는아주간단하고일상적인것이혁명을가져온다는걸알았을때그대사를벌새에넣고싶다는생각을하게되었어요네ありがとうございます。私も体が起き上がれなくてっていう経験もあったし、その時に監督が感じられたこととか、今すごく共感って言ったらディティールがあれですけど、なんかすごく感銘を受けました。監督がその言葉から受け取ったものに今感銘を受けました。あと何だろうな、それとは別に橋の崩落が映画の最後に描かれていて、でそれは監督がご自身でその経験されたことだと思うんですけど、私はまあと親戚を亡くしたことはあるんですけれど、本当に身近な例えば家族だったり友人だったり、本当にすごくいつも向き合っている人たちを亡くしたことは一度もなくて、けど監督の先ほどおっしゃっていた、例えば毎日人は死んで毎日人は生まれてっていうその死生観とか、それが私も本当に全くと言っていいほど同じで、今日撮った写真は今日の家だと思っているし、本当に毎日毎日死んで毎日毎日生まれているっていう感覚がすごくあって、その感覚、私は人を亡くしたことはないけれど、そういう何かそういう感覚があって、で監督がそういうなんて言うんでしょうの、その死生観だったりとか、あと映画で描かれているその最後にこう大きな出来事として橋の崩落が描かれているけれど、ウニの日常としてなんか小さな橋の崩落がいっぱい描かれていたと思うんですよ。小さな崩落が積み重なって、最後にああいう出来事が社会の中では起きるんだけど、その個人の体験としてそういうのが積み重なっていて、成長していくっていうのを見て、その監督は出来事を経験されて、なんて言えばいいんだろう、聞いていいのか分からないですけど、それがこう自分の心に残した傷跡だったりとか、それこそ死生観に何か影響があったっていうこともあるんだろうなとも思うし、その当時どんなことを感じて、でそれが今の自分にどうつながっていると思われますかっていうのは、映画で多分描かれていることだと思うんですけれど、監督の言葉として一度聞きたいなと思いました。일단은그성수대교사건은한국
살았던사람들모두에게어떤그런공동의트라우마로기억이되는것같아요저는이제성수대교그날제가사랑하는사람을잃거나그런일은생기지않았지만기억에아주어렸음에도불구하고그날저녁에뭔가뭔가패배감같은알수없는그어린나이지만설명할수없는그런마음을느꼈던게굉장히기억에남아요그래서그걸입고있다가이제벌새를준비하면성수대교사진을찾아봤는데그사진그이렇게두동강난다리의사진을보는것만으로도몸에어떤통증같은것이느껴졌었어요그래서아이게우리가덮어두고살지만사실이게몸의기억으로상처가남아있겠구나라는생각을했었고그리고나서이제시나리오를초고를쓰고나서그다음해에세월호사건이터지면서저는뭔가이런사건들이반복되고있다는어떤기시감을느끼면서그사건을세월호사건을보면서도너무마음이아팠던그런기억이났어요일단여기까지말씀을할게요네이어서얘기를하면그말씀하신것처럼이영화의구조는은희가계속내면에서붕괴가일어나고그것이어떻게이한국사회의성수대교붕괴라는커다란사건과연결되어지는지를영화적으로좀말을해보고싶었었어요제가벌새가개봉하고나서가장기억에남는성수대교관련한코멘트중에하나가이벌새기사에어떤분이댓글을다셨는데그댓글의내용이아이가자신의아이가태어난날성수대교가무너졌었고그래서아이의생일날만되면그사건이떠오른다라는댓글이었는데그댓글이정말마음에되게남았었어요그러니까우리가그죽음을이렇게가까이살고있고내가나에게직접적으로일어난것이아니라도그것이타인의눈물이타인의죽음이나의눈물과나의죽음과되게연결되어있다라는것을아는것이살아간다는것같다는생각을했었어요그래서그때중학교때그다리가저희집에서되게가까운데있었기때문에그때내가족이나친구들이죽지않았다해도내안에무언가가죽어가는죽었다라는그느낌을받았었는데그것은역설적으로말하면내가다른사람들과세계와굉장히연결되어있었다는증거연결되어있기때문에그고통을느꼈었던게아니었을까우리가다연결되어있는것이야이기때문에우리가그런사건들에서고통과슬픔을함께느끼는거라고생각을했었어요그리고사실개인적으로제가그벌새를쓰는시기에제게정말가까웠던사람이죽는사건이있었었어요근데그때제가느꼈던감정은슬픔보다는처음에그나중에엄마가감자전을부쳐줄때은희가묻잖아요외삼촌이죽었을때어땠냐고했을때엄마가그냥이상해외삼촌이없다는게라고대답을하는데제마음도좀그런느낌이었어요그러니까그가까운사람이죽고나서뭔가이상하다라는생각을했었는데요그러고나서이제슬픔이찾아오고그러고나서느꼈던거는삶에그삶에서사람들이죽는다는것을실감하고그러면내주변의사람들에게언제어떤일이닥쳐올지모르기때문에나는더잘하고싶다오늘내가사랑한다는말을더표현하고싶다라는것을좀느끼게됐었어요그래서그상실이저에게는어떤삶에서되게큰어떤뭐어떤자명종같은알람소리같은느낌으로다가와서그상실감이라는것이어떻게한사람의삶을들여다보게하는지그리고그상실에도불구하고우리가어떻게살아가려고해야되는지에대해서영화에서끝까지말을하고싶었고그래서영진선생님이떠나고나서도은희는어떤교훈을얻고사랑은그온기로남아서앞으로살아갈미래의은희에게힘이돼줄거라는그어떤희망적인메시지를좀전하고싶었었어요
あの監督がその描きたかったその人がつながっているっていうことを私は本当にそのまんま感じ取って、あのウニが橋の最後に崩落した橋を訪れて涙を流すシーンで、その先生は亡くなってしまったんだけど、先生の言葉によってあのウニはその殴られるな立ち向かえっていう先生の言葉によって初めて家族に自分の気持ちを爆発させて伝えられたりとか、あの塾長さんにあのなんだろうな大人の理不尽さだったりとか、あの分かってないっていうことをこうぶつけることがこうできたっていう、その感動もあったし、それがあったからこそその橋に行って追悼するようにこうウニが涙を流しんでいないんだけど、もういなくなってしまったんだけど、ウニの中に先生がいて、先生の魂があって、あのなんだろう、天と地がこう線になってこうつながるような、なんかその線が見えて、あこう言葉によって人がこうやって精神的につながるっていう、それがこう無数に散らばっている世界なんだなっていう、その希望と美しさに私もウニと一緒にこう涙を流した経験はものすごく、なんだろう、もう本当に感動しました。はい、あとあの話は変わるんですけど、どうしても聞きたいことがあって、あのめちゃくちゃ変わるんですけど、ウニがチヂミを食べるシーンがあるじゃないですか。あの食べ方が本当に印象的で、あのもうまだ噛んでないでしょって、なのに次から次へと運んでいくじゃないですか、チヂミを。あの食べ方がなんだろう、なんかそれこそなんかハチドリみたいだなと思って、その蜜を吸うためにずっとこうバタバタバタってしてる、あの羽のなんだろう、想像したっていうか、あれがチヂミの食べ方にすごい出てて、なんだろう、愛くるしさも感じたし、生命力も感じたし、なんかあの食べ方が、まあそのウニを演じられた女優さんのなんだろう、演技、まあ女優さんから発信された演技のものなのか、監督がああいう風に食べてほしいっていう演出を何か意図してされたのかっていうのがちょっと気になるポイントでした。はい。첫번째이야기에는어저역시도말씀배우님이말씀해주신것처럼사람들간의관계에서우리가서로영향을주고받고서로주고받았던사랑은그사람이떠나도그관계가떠나도혹은그사람이죽는다해도죽지않고영혼안에남아있는다고생각해요그래서그성수대교를바라보는씬에서도저도개인적으로되게좋아하는장면인데거기서은희가선생님의현존을느끼고있기를바랬었고요말씀주신것처럼그저는이제살면서사람이살면서아주지나가는작은친절의말그런따뜻한눈빛그런친절관계에서나눴던따뜻한것이그런온기같은것이한사람의무늬를만든다고생각해요이사람의어떤삶의무늬를만들고이사람이누군지를결국만드는것이그사람이만났던사람들이라고생각을하는데요그것을은희의어떤한해동안의그여정을통해보여주고싶었고그장면에서그런어떤연결성을느끼셨다고하니까저도되게기쁘고특히나그장면을새벽시간으로했던거는뭔가새로태어나는느낌을또주고싶었어요그러니까그사고는너무나아프지만그것을직면하면서무언가가그래도새롭게태동하는그느낌을주기위해새벽푸르스름한느낌이어야만한다고생각을했었어요그리고이제두번째질문으로넘어가서는요일단은 저희 배우박지우양은전을그렇게먹지는 않고 굉장히차분하게먹는편인데요이제제가디렉션을그연출을그렇게허겁지겁먹어달라고요청을했고이제박지우배우님이자신의연기스타일에맞춰서이제그렇게해석을해서이렇게허겁지겁먹는것을지우만의허겁지겁먹는방식으로표현을했어요
그런먹는장면에서는이벌스에서특히나먹는장면이많이나오는데그벌스에서먹는장면은외로움이나허기를표현하는장면이될때도있고요그전을허겁지겁먹을때처럼혹은이렇게가족식사시간처럼굉장히냉랭하지만그럼에도불구하고같이밥을먹는다는행위를통해어떤식의온기그래도이어지려고하는그런노력들그런어떤따뜻한위로같은것들을또한한편으로보여주고싶었어요그래서먹는다는것이쭉영화전반적으로나오는데그때마다감정인물의감정이먹는행위와어떻게연결되는지좀보여주고싶었어요특히뭐병원간다고하니까가족들이다은희를챙겨주고엄마가고기반찬도얹어주잖아요그럴때은희가활짝웃는데그럴때그고기반찬이주는그런그런감정같은것이은희의얼굴에드러나기를좀바랐어요그래서먹는것과감정이어떻게연결되는지좀보여주고싶었습니다はい。あっという間でね、いつまででも僕はここに座って聞いていたい気持ちなんですけども、そうもいかなくて。で、たくさん質問もいただいているんですけども、時間が一ついける。本当食べ物の話の質問が出ててさそれにでも今キムボラさん答えてくれたからあちょうどよかったなと思ってよかった橋本さんがハチドリに対してこうリトルフォレストをっていうふうに言ってくれて、はい、あれもまさに、まあ、あれは食べるだけではないけれども、うん、耕して収穫して作って食べるっていう行為だけの映画だけどそれが決してただの日常ではなくておそらくその中にあれがやっぱりあれをあの行為を繰り返していくということ自体がはらんでいるある種の一期一会とか奇跡みたいなものそれは決して日常で片付けられるものではないのだという視点が作り手にも演者にもどこかあってそれが感じられる映画だと僕は思ったのでまさにそのハチドリに対するこう返答としてふさわしい映画だったんじゃないかなというふうに勝手に思ってたのでちょっとそのハチドリの中の食べるという行為についてお話が聞けてとても良かったですっていう感想なんですけど僕の。で一つだけすみません質問をちょっと伸びちゃったんでごめんなさいねキムボラさんね本当は映画のディテールの話をもっと聞きたいところだったんですけども、うんうん、最後の質問としてお二人にするとすると、まあ、これかなというのがね、まあ、コロナの前と後で演じることや物語を作ることなどクリエイティブ面で変化した部分またはここは変わらないという部分はどこでしょうかというのを質問された方がいらっしゃいました、うん、日本の方なんですけどもこれについてもしお答えいただければありがたいです。일단은이질문은좀저도많이고민을하는데어려운질문같아요그러니까앞으로극장이사라진다는말도하고많이들되게걱정하는데부디그러지않기바라고있고그러지않을거라믿으면서그런상황외부적인상황들은그냥제가앞으로그냥긍정적으로될거라는희망을계속가지고있고요어떻게보면좀추상적인얘기일수는있겠지만저는코로나터지기전보다지금이연결성에대해서더많이생각을하게되는건사실인것같아요그러니까이게숨으로호흡으로전달되는어떤그병인데그것으로하여금결국우리가같은호흡을공기를공유하고있었고내가내쉰숨이다른사람에게영향을주고받는다는것을너무몸으로느껴지게된거예요그래서오히려코로나전보다우리가연결돼있고이게굉장히공동의어떤문제를부딪히고있다는것이되게몸으로더다가오는시기인것같아요그래서사실은창작자로서는그연결성에대한지점그리고우리가얼마나중요한것들을되게놓치고살았는지에대해서
더 생각을 좀 하게 된 것 같아요. 외부적인 어떤 정말 실질적인 극장의 운명이라든가 앞으로 어떻게 처리해야 되는 그런 실질적인 부분들은 정말 큰 기도를 하고 있고 창작자로서는 글을 쓸 때도 앞으로 삶을 살아갈 때도 내가 하는 행동들이나 나의 숨이 다른 사람에게 영향을 준다는 그것을 잊지 않게 되는 사실 계기가 된 것 같아요. 네. 物質的なこととか 物理的なことの変化は ものすごく感じるんですけど その 生きている感覚としては もう 全くと言っていいほど びっくりするぐらい 変わらなくて それなんでかなと思った時に あの今まで いつからか 毎日どこかで 人は死んでいて っていうので それは自分で 自分で自分を殺している人もいれば 殺されている人もいれば 事故死もあれば 寿命もあれば いろんな方法で 誰かが死んでいて それと同時に誰かは生まれているんだけれども、それを毎日感じていて、で自分がいつ死ぬかわからないっていう恐怖を結構感じて、感じながら生きていて、で大切な人、自分にとって絶対になくなってほしくない人たちがいついなくなるかわからないっていう恐怖もずっとずっとついて回っていて、っていう恐怖が今までと変わらなくて、 今までと変わらなくて、コロナによってそれが世界的になんか顕在化、なんだろう、顕在化されているように見えるというだけで、私の中では通常運転という感じで変わらなくて、だからパフォーマーとしての、例えばそういう感覚は、拡散にも隠れないものだと思うから、まあお芝居をする上では何も変わらなくて、ただ本当に唯一変わったのはやっぱり映画を見る観客としての意識だけが変わったなっていうのは、その映画館がやっぱりなくなるかもしれないっていう危機感と、あと今まではその映画をなんだろう享受している側、いつでも行ける場所、いつでも待っていてくれる場所だと思っていたのが、その映画館っていうのはやっぱり映画館を作った人だったり受け継いでる人、運営している人の血のにじむ努力のもと立っているんだっていうことを今回身に染みて、で今までは見せてもらう、与えてもらっている側だと思っていたんだけど、今は自分がちゃんと足を運んでちゃんとこうお金を渡して、存続を に貢献しなければ本当に消えてしまうかもしれないっていう、その自分が与える側っていう意識がすごくあって、でそれで初めてなんだろう補完関係というか、今までもそうだったんだけど、それがより自分の意識の中にとても強くなったので、もう本当に映画館に行かなきゃっていう気持ちでいっぱいですね。 この前半年以上ぶりにやっと行けたんですけれども、とても快適でしたので、これからもずっと映画館で映画を見たいなというワクワクで今いっぱいです。はい、ありがとうございます。予定の時間を30分過ぎてお付き合いいただいた木村さんと橋本愛さん、本当にありがとうございました。会場にお集まりいただいたプレスの方々も、次の 予定があったかもしれませんけれども、最後までお聞きいただいてありがとうございます。オンラインで聞いていただいたお二人のファンの皆さんにも感謝申し上げます。橋本さんがハチドリの感想で、ウニの日常にも毎日小さな橋が崩落しているっていう捉え方をされていて、それがとても僕は今日印象に残ったんですけれども、決してそれは14歳の少女の 中でだけ起きていることではなくて、今私たちが日々直面している状況だとも思います。そんな状況の中で、この映画祭とですね、この交流ラウンジが、誰かと誰かの何かと何かの間に橋を架けるというような行為につながっていく時間になっていたらとても嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。